はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケディです。スピリットフェアラーの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、アストリッドさんが、旅立ってしまった感じですね。で、もう、エレナさん以外は準備万端みたいになっちゃってるんで、とりあえずエレナさんのこのクエストですかね、パルサー光線、これをやりに行こうかなと思います。で、あとはバードに連れて行くのと、あと雑用ですね、ラズベリーとブルーベリーを見つけておかないといけないんで、前に一度立ち寄ったエリアですね、もうちょっと回って集めないといけないですね。野菜サラダ、美味しそう。余ってるな、チーズ。野菜はダメか。この辺も作ったことあると思うんだけど。はい、パルサー光線、四方八方から飛んでいく。パターンを予測してダッシュとライトバースト。ライトバーストってなんだっけライトバーストってなんだっけ。これ難しいんですよね、くるくる回ったり。あ、あ、危ない。よし、あっ、よし、無理、それは届かない。あー、難しい。くるくる回る、くるくる回る。いけるかな、くるくる回って。あー、くそ、追っかけるんじゃなかった。よしよし、とりあえずクリアした。危なかった。オッケーですかね。あ、で、料理を、料理、まずまずよろしい。ご褒美の飴、報酬、報酬、ご褒美といったら別の試練、宝の地図だ。また今度は40-50。前結婚指輪が手に入ったんですよね。40-50。
40マイナス、この辺だ。あ、この辺貴重な箱とか取れてないですね。じゃあちょっとそこに行く前に、あ、ラズベリー、ラズベリー取りに行って、よし到着。こういうとこにいないかな、トロジさん。あ、マップでチェックしたらもしかしたらわかるのかな。一応木を切っていこう。とりあえずじゃあここでまたラズベリーですね。料理がですね、この辺、玉ねぎ使って、玉ねぎ貴重ですから、玉ねぎとキノコで、到着した?これでとりあえず OK ですね。あとブルーベリーだ。
依頼を進めた。貴重な箱取ってない。マジョールの別荘。多分今なら取れると思うんですけどね。ダッシュもあるんで。止まって、はい、食事、健康的なものですよね。肉とか揚げ物とかダメ。野菜系ですよね、多分。ピザは、ちょっとな。野菜炒め、野菜サラダ。野菜サラダ。とても美味しい。野菜サラダに勝るものはない。これがあれば十分。これで？お、エイレナさん埋まりましたね。あ、ちょっと。ストップ。なんかいろいろ取れた。フルーツのミッキーが難しいんだよな。フライドポテト、ですかね。これを使って、よし、なんか今もう一個なんか取ってるような気がしたんだけど、なんかすでに取ってるものとかなのかな。ここも取ってない貴重な箱。
料理ができたな。玉ねぎときのこ。マッシュルームサラダになるんだ、キノコだから。玉ねぎのみとか作ったっけ。とりあえず1個まあ普通の野菜、焼き野菜だ。あと組み合わせる魚系、玉ねぎとお肉、待って待って、確かなんか届かないとこにいた人、どこだったかな。ここだ。この先だ。この先に。うん。おお、なんかいろいろ。人が。黒い人だ。うん。時は、難しく。しないやすし。うんうん。それだけ？ああ、ここも貴重な箱。一つ取ってないですね。あれ、ブルーベリーってどこだ？あ、魂？魂がある。ちょっと行ってみようかな。
よし、誰だ。上にあるんだけど、これか。全然調べられてないんだ。お、誰かいる。なんかもうすでに姿形になってない。あのいつも船に乗ってから形を見るんだけど、ちょっと和風な BGM。来てくれると信じていました。選ばれし者、スピリットフェアラー。そ、色的にはサマーンさんっぽいけど、なんかちょっとパラを漂う鳥ですよねなんか言葉遣いがえー、私はバックと申します。あなた様の忠実なる召使いであり語り手です、この私めが草原の船に乗ることをお許しください。さすれば栄光への道を歩むあなた様の案内役を務めましょう、レリーアント・フェイが汝の帽子を永遠に祝福したまわんこと、実に素晴らしい日です。おー、ちょっとまた変わった人が。こっちは？あ、なんだ？またすでに持ってるやつかな。入れない。ああ、開いた。なんか落ちてしまった。初めから姿が見えるタイプは。あ、変身シーンないんだ。こちらです。はい指揮官。指揮官に任務をお伝えしなければ。我々の前途には苦難に満ちた波乱の運命が待ち受けていますが、この任務は何よりも重要です。指揮官の力があれば残酷でおぞましい死神ゴアネムロスを退治できるやもしれません。なんだ15
あなたは背筋を走る寒気を感じたか。死神ゴアネムロスは太陽そのものを支配しようとしています。光を奪うことを画策しているのです。すぐに奴を止めなくては。この邪悪な陰謀から世界を守れるのはあなた様しかいません。あのフクロウのことかな。そういうことじゃない。じゃあまた違うのかな。旅人様にあるものが必要です。エッジバラレーンの暗い路地に人々の関心を引く百貨店があります。この質の悪い天使は私が欲しくてやまない特別な巻物を持っているのです。その魔法の巻物には特殊な魔法の塔を召喚する方法が事細かに書き記されています。無限の魔力を秘めた塔。それではいざ。変わった人が入ってきました。あ、いたいた。バックさん、バックさん、とりあえず普通に食べさせようか。何もわからないんで、まず果物。これは果実ダメ。私が深く信仰するドル海の聖典では果実は神聖な食べ物とされています。他人が果実を食べようとしている姿を想像することすら禁じられている。宗教上の理由。あ、家を欲しがってるってなってるな。嫌いなものフルーツ。じゃあチーズ。ノブゴブリンのラクターグロースと因縁がありまして、嫉妬に駆られた奴に呪いをかけられた。第3級の乳糖不耐症。ああ、お腹壊すんだ、牛乳とか。日本人はね、乳糖の耐性が持ってない人多いって言いますけどね。魔術の類。うん。お腹壊すんだ。じゃあこれでも嫌いなものは？あ、埋まったんだ。フルーツもチーズもダメとなると、とりあえずいっぱい作ってある魚介シチュー、伝統的な料理。これ好きなものかな。伝統的な料理。でっかい鳥も入ったし、次あれかな、ちっちゃい鳥。ちっちゃい鳥寝てるよ。兄弟、そろそろ送った方がいいのかな。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。